4人に最終回の見どころを語っていただきました。そう、リサとしては一つ愛とも仲直りして、宗介とはまだちゃんと帰もう完全に気持ちはないっていうのは分かってるけども、ちゃんと謝れてないっていう状況の中で、でも一つ自分の夢を見つけてそこに向かって頑張っていくから、なんか個人的にはそこを見届けてもらいたいっていうのと、あとは何よりこの2人のがどうなっていくのかっていう、こうキュンキュンのところがあるから、そこを見てもらいたい。樋口もね。樋口としては、今までずっとジャクソンのためだったり、そのモストのためだったりとか、いろいろその人のために動いていって、でその結果で、最終はああいう形でクソのセリーンで出てくるんですけど、でもそんな中、割と旗から見たらすごいちょっとうわかわいそうとか思うかもしれないんですけど、演じててどちらかというと辛いのは本当にモスト潰れることだったり、みんなのその悲しむ姿っていうところで、でそんな中なんか最後幸せに終わってくれたっていうのが個人的にはすごい良かったなと、本当になんかみんなのために生きれて良かったなっていうふうに思いました。でいいかな、結構いいです、はい、でも本当おのおのが自分のやりたいことを見つけて前に進んでいく回だなと思います。だから愛も宗介ともうまくいってるけど、やっぱり自分に自信を持つ、本当の意味で持つ、やりたいことをやるっていうところまではまだいけてなくって、それを本当に樋口さんだったりリサだったり、そう尊敬する夏川千景さんだったり、宗介だったり、いろんな人の言葉でこう前に進んでいけるっていう回なので、なんか愛としては本当いろんな人からの愛を感じる、愛情を感じる回だったなって思いました。素敵な人に囲まれてたんだなっていう、はい、です。そうですね。なんか本当に初恋すれ違いラブストーリーっていうテーマのもとこのドラマはずっと描かれてきたけど、なんか最終回って初恋が最愛に変わる回だなって思うんですよ。なんか宗介にとってもなんか、最愛の人と今後どうなっていくのかっていうのもあるし、なんか自分の最愛をそれぞれが見つけに行くっていう回なんだよね。でプラスやっぱり少しちょっと大人の距離感というか、大人の男女を楽しめる最終回となっているというか、なんかそういう部分も結構なんか楽しんでほしいかな。ニヤニヤしない、ニヤニヤしてない、ごめん、いや、なんもない。俺、ね、飲み込んだ、飲み込んだね、だけだんだんだな。そうね、そうね、確かにね、そうそう、だんだんの部分あるんだけど、なんかそう、大人の男女をすごく堪能できる最終回になってると思うので、なんか1話から10話まで素敵に描かれたこの彼女は綺麗だったが、ちゃんとね、それぞれが最愛を見つける、そういう回になってると思うから、なんかすごくそこは愛を楽しむ、感じてほしいなっていうふうに思います。はい、皆さん最終回ぜひご覧ください。どういうこと、樋口さんがクスのセリンって。僕もあなたもモストを救いたい、だったら選択肢は一つのはずです。君の人生はモストの犠牲にはできない。副編集長と付き合ってますよね。アイ、私決めた。短い間でしたけどお世話になりました。あの太っちょの宗介くん、こんな立派になるなんてな、聞いた、副編集長の話、本国から呼び戻されたんですって。オファーは受けるつもりです。私の気持ち何も聞かずに勝手に決めつけないで。これ以上どうすればいいんだよ。ここで一緒に働いてみない？顔見て謝りたいってずっと思ってた。愛とのことどうすればいいのか。じゃあね。俺は佐藤愛が大好きだ。愛も頑張ってるだろうから私も頑張ろうってそう思える気がするんだよね。ジャクソンに会えてよかった。やりたいことしてるとき人ってすっごく綺麗に見える。彼女は綺麗だった。最終回火曜夜9時。私の居場所ってどこなんだろう。僕も自分のいたい場所にいる。ゆらゆらぐらゆら。